高麗親ニラミは、鈴木木、ペルキクティスカ親ニラミ属の淡水魚。朝鮮半島原産で、日本の一部にも外来種として定着している。親ニラミと近縁だが、本種は、最大で、全長30センチメートルに達する大型種であり、また体高が低く頭部が大きいことで、区別できる。幼魚には、親にらと同様に、島模様が入るが、 成長するにつれて白く不規則な反転が体側に入り線は消えていく。朝鮮半島固有種。北限は王緑港。近年日本国内での定着が確認され在来生物への影響が懸念されている。川の上流中流の岩場で水がきれいなところを好む。普段は石に体を寄り添わせてじっとしているが、魚、エビ。 水生昆虫などが近づくと突進して捕食する。縄張り意識が強く、他魚と激しく争う。他の同族の種と同じような植生である。繁殖期は、初夏で、水温摂氏18度から摂氏23度ほどの時期、流れの速い岩場に集まり、大きな石の下に2.6から2.9ミ、mm、リメートル程度の大きさの卵を産みつける。麦つくに、 拓乱先として利用されている。朝鮮半島南部の一部地域では、親にラミと同所的に分布しており、高麗親にラミが流れの急な場所に、対して親にラミが流れの緩やかな場所に生息することで競合が避けられている。そのため、この二種の共存には、一つの水域に多様な環境が存在することが不可欠である。河川環境が 単調化すると共存関係が崩れ、一方のみが見られるようになる。近年日本では、観賞魚としての輸入も増えており、比較的安価で手に入れることができるが、大型に成長色障が荒いことから、飼育する場合は、単独飼育が望ましい。親にらみ族カレオパカは、東アジアから次の、計4種が知られている。ありがとうございます。